カルステン・ボルク・グレウィンクはイギリス系ノルウェー人の極限探検家であり、現代南極旅行のパイオニアでもあった。南極探検の英雄時代に有名になった、ロバート・スコット、アーネスト・シャクルトン、ロアール・アムンセンなどに先行した探検家だった。1894年、ノルウェーの捕鯨船運営生に加わることで、探検家としての経歴が始まり、その時に、 南極圏の植物標本を初めて持ち帰った。1898年から1900年、ボルク・グレビンクはイギリスが資金手当てしたサザンクロス遠征を率い、1899年には初めて南極大陸で越冬し、ジェームズ・クラークロス以来約60年ぶりにグレート、アイスバリアを訪れた。ボルク・グレビンクは二人の仲間と共にバリアに上陸し、 その表面を初めてソリで旅し、当時として最南端記録である南易78度50分まで進んだ。イングランドに戻ると、この遠征で多くの初物を達成したにもかかわらず、大衆やイギリスの地理学関係機関からはそこそこの反応しか示されなかった。当時の関心は間近に迫っていたスコットの国営南極遠征に集まっていた。ボルク・グレビンクの仲間は、 その指導力を批判し、ボルク・グレビンク自身の遠征に関する報告も、ジャーナリズム的であり、あまり信用できないとみなされた。ボルク・グレビンクは、サザンクロス遠征の後、1902年に、アメリカの地理学協会から、カリブ海に送られた3人の科学者の1人となり、プレイヤマの1902年代噴火の後の経過を報告した。その後は、オスロに住み、 大衆の注目を浴びない人生を送った。そのパイオニア的な業績は、その後いくつかの国から認められ、1912年には南極点を征服したロアールアムンセンから立派な賛辞を受けた。1930年、イギリスの王立地理学会がボルクグレウィンクの極権探検に対する貢献を認め、被護者のメダルを授与した。学会はその時の声明で、 サザンクロス遠征におけるボルクグレビンクの業績に公正な評価を行っていなかったことを認めた。カルステン・ボルクグレビンクはオスロで生まれた。父はノルウェー人の弁護士で貴族のヘンリク・クリスチャン、ボルクグレビンク、母はイギリス人の兄だった。一家はオスロのウラニーン・ボルクチックに住んでおり、そこではロアール・アムンセンが幼馴染であり、共に大きくなった。 ボルク・グレビンクは、オスロのゲルトセンカレッジで教育を受け、後の1885年から1888年は、ドイツ、ザクセン州タラントの王立サクソン林業アカデミーで学んだ。歴史家のロランド・ハントフォードによれば、ボルク・グレビンクは、落ち着きのない性格であり、冒険に対する憧れがあって、林業の訓練を終えた後はオーストラリアに行くことになった。 クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州で政府の測量チームと共に4年間働き、その後はボーエンフェルズという小さな町に入り、コーアウルアカデミーで言語学と博物学の教師になった。初めて極限探検に興味を持ったのは、最初のオーストラリア南極探検委員会における地元科学者の仕事に関する新聞記事を読んでからだった。 この組織は1886年に設立され、南極地域で高級的な科学研究基地を設立するための調査を行っていた。この計画は実現されなかった。1894年にボルク・グレービンクがノルウェーの南極遠征隊と契約する機会が生まれたのは1890年代初期に商業捕鯨への関心が復活したことだった。 ボルク・グレビンクが加わった遠征は、ノルウェーの実業家で起業家のヘンリック・ブルが組織していた。ブルは、ボルク・グレビンクと同様1880年代にオーストラリアに入っていた。ブルは南極海域でのアザラシ漁と捕鯨を計画した。メルボルンの学会で、商業と科学の両面を持つ、費用折半の事業に興味を引かせることに失敗し、ノルウェーに戻って、 そこで遠征隊を組織した。ブルは84歳の近代捕鯨の父かつ捕鯨法の発明者であるスベン、フォイントであった。フォインの支援を得て、捕鯨船カップノアを取得し、アンタークティックと解明した。ブルは経験を積んだ捕鯨船の船長レナード・クリステンセンを雇い、1893年9月、乗組委員と小さな科学チームと共に、ノルウェーを出発した。 ボルク・グレビンクは1894年9月にアンタークティックがメルボルンに寄港すると知った時人員に空きがないかを期待して急ぎメルボルンに行った。後に自分で南極遠征を率いることになるウィリアム・スペアーズ・ブルースが博物学者としてブルの遠征に加わるつもりだったが船がノルウェーを離れる時に間に合わなかった。このことでボルク・グレンクの入り込む隙間が生じていたので メルボルンでブルに会い、カンパインと科学者を兼ねる要因として自分を連れて行くよう説得した。ヘンリク・ブルのアンタークティック流氷に囚われている、その後の数ヶ月間、阿南極地域の諸島周辺でのアザラ資料は成功だったが、クジラを見つけるのは難しかった。ブルとクリステンセンはさらに南に進んでみることに決めた。それ以前の遠征ではクジラの存在が報告されていた。 船は流氷のベルトを抜けてロス海に入ったが依然としてクジラは見つからなかった。1895年1月17日ポゼッション島に上陸した。そこは1841年にジェームズ・クラークロス卿がイギリス国旗を立てたところだった。ブルとボルク・グレビンクは自分たちがそこに来た証拠として管にメッセージを入れてそこに残した。この島で ボルク・グレビンクは地位類を見つけた。南極圏より南では初めて見つけられた植物だった。1月24日、船はケープアデアの近くに着いた。そこは南極大陸のビクトリアランド海岸線の北端だった。ロスが1841年にここへ来た時は上陸できなかったが、アンタークティックが岬に近づくとボートを降ろせるほど気象条件が良かった。 ブル、クリステンセン、ボルクグレビンク他を含む一体が、岬の下の砂利浜に向かった。この時誰が最初に上陸したかが議論になった。クリステンセンとボルクグレビンクがその栄誉をめぐって、争った。17歳のニュージーランド水府、アレクサンダー・フォン・タンゼルマンも、ボートから飛び降りて、ボートを、しっかり保持したと主張していた。この隊は、 南極大陸発の上陸だと主張したが、この前の1821年2月にイギリスとアメリカの捕鯨船長ジョン・レイビスが南極半島に上陸したか、あるいは他にも捕鯨船の遠征があった可能性もある。ボルク・グレビンクはケープアデアで上陸している間にさらに石と地類の標本を集めた。それまでこれほど南で植物が生育できるか疑われていたが、 その標本が科学の世界に大きな興味を生み出すことになった。ボルク・グレビィンクはさらに海岸線の細かい調査を行い、将来遠征隊が上陸して越冬用の基地を設営できるか可能性がある場所を評価した。アンタークティックがメルボルンに戻った時、ブルとボルク・グレビィンクは船を離れた。それぞれがさらなる南極探検の資金を集めようとしたが、うまく むしろ二人の間に敵意が生まれた。これはアンタークティックでの後悔に関する二人の証言が異なっていたことが原因である可能性が強い。それぞれが互いの役割を十分に認識しないままに自分の役割ばかりを強調していた。ボルク・グレビンクはケープアデアで南極大陸発の一等を行うという遠征のアイデアを促進するためロンドンに急行して 王立地理学会が主催する第6回国際地理学会議に出席した。1895年8月1日、ボルク・グレビンクは会議で演説し、科学遠征隊が南極で冬季宿営できる可能性のある場所として、ケープアデアの浜を説明した。その場所について、家屋、テント、物資の安全な場所と表現し、この場所には、 南極圏の厳しい力を示さない解放された力を示すものがあると言った。また、大陸内部にはこの浜から穏やかな傾斜という容易な経路によって行くことができるかもしれないと示唆した。ボルク・グレビンクは次の遠征を自ら率いるつもりがあると宣言して、その演説を締めくくった。この会議に出席していた王立地理学会の師匠ヒューロバート・ミルは、 この演説に対する反応を彼のぶっきらぼうなやり方とまとまりのない演説が現実の新鮮な風で学術的な雰囲気をかき混ぜた。この時誰もボルク・グレビンクを大変好んだわけではなかったが彼にはダイナミックな性質があり未知の南極に再度出発する目標を設定して我々の中に探検を予告するものとして心に訴えるものがあったと報告していた。 しかし、この会議は、ボルク・グレビンクの考えを裏書きまではせず、その代わりに、南極探検を支援する一般決議を通し、世界中の様々な科学界が、最も効果的と考えられる方法で、この世紀が終わる前に事業に取り掛かることを促進すべきと提案した。クレメンツ・マーカム卿、王立地理学会長、ボルク・グレビンクの南極体験計画に反対した次の2年間、 ボルク・グレウィンクはヨーロッパとオーストラリアを旅し、その遠征の計画に支援と資金を提供してくれるものを探したが、成果はなかった。合同で計画しようとした相手の一人が、ウィリアム・スペアーズ・ブルースであり、独自の南極遠征計画を持っていた。その合同計画は、ヘンリク・ブルとの関係を切っていたボルク・グレウィンクが、ブルースはブルと話をしていると知ったときに、潰れた。 それゆえに我々は共同事業を行えないとブルースに手紙を書いた。また、王立地理学会が1893年以来、独自に南極単価計画を温めていたことが分かった。その会長であるクレメンツ・マーカム教の影響力の下で、この計画は科学的な探検であるだけでなく、イギリス海軍が以前に極限探検で持っていた栄光を取り戻そうとするものでもあった。 この計画は、スコット大佐の指揮下に、国営南極探検に発展することとなり、ボルク・グレビンクの質素な提案よりも学識者の興味を引き付けていたのが、この計画だった。マーカムは、自分の計画から財政的な支援を奪うような、民間事業に激しく反対しており、ボルク・グレビンクは、実際的な支援を得られる見込みがないことを理解した。南極という巨岩を転がさねばならないのは、 険しい丘に上がることであると記していた。ボルク・グレヴィンクは出資者を探している時にイギリスの主導的雑誌出版社で映画のパイオニアであるジョージ・ニューネス教徒であった。ニューネスの出している雑誌にはウェストミンスター・ガゼット、ティット・ウィッツ、カントリー・ライフ、ストランド・マガジンがあった。出版社が探検を支援するのは異常なことではなかった。 ニューネスの大きなライバルであるアルフレッド・ハームズワースが、フレデリック・ジャクソンのフランツ・ヨーゼフ諸島遠征に金を出したばかりであり、国営南極探検にも財政的裏付けとなると約束していた。ニューネスは、ボルク・グレビンクから十分な印象を受け取り、提案された遠征の総費用約4万ポンドを提供することになった。このニューネスの気前の良さが、 クレメンツ・マーカムと地理学の機関を激怒させ、一問なしのノルウェー人であるボルク・グレビンクが自分たちのために来るはずだった、イギリスの金を取り上げたという見方をした。マーカムは、ボルク・グレビンクに対して敵対心と部別の態度を続け、ボルク・グレビンク遠征隊の出発式に出席した、ミルを叱った。ニューネスは、遠征がイギリスの旗の下に出港することを主張し、 イギリス南極遠征と名付けられることを求めた。実際には隊員29人のうち、イギリス人は2人だけであり、1人がオーストラリア人、残りがノルウェー人だった。それにもかかわらず、ボルク・グレビンクは遠征のイギリス的性格を強調しようとして、ヨーク港の個人機を形容し、ユニオンジャックをつけた竹500本を用意し、イギリス帝国の測量と範囲を示す目標とした。 ケープアデアの浜、2001年撮影、ペンギンの生息地であるボルクグレビンクは、資金を確保できたので、捕鯨戦法ラックスを購入し、SS サザンクロスと改名し、南極のための偽装を行わせた。サザンクロスは1898年8月22日に、ロンドンを出港し、タスマニアのホバートで3週間停泊した後、1899年2月17日に、 ケープアデアに到着した。ボルク・グレビンクが地理学会議で説明した、この場所、ペンギンの生息地の真ん中で、遠征隊は南極大陸で初の陸の基地を設立した。基地は、ボルク・グレビンクの母の旧姓から、キャンプリドリーと命名された。3月2日、船はニュージーランドで冬を過ごすために、そこに向けて出港し、基地には10人の隊とその食料と装置。 および70匹の犬が残った。この犬は南極大陸に初めて連れて来られたものであり、またスウェーデンで6年前に発明されたプリムスストーブの利用でも初めてのことだった。犬とプリムスストーブは南極探検の英雄時代に続いた遠征すべてで必需品となった。隊員のオーストラリア人医師ルイ・ベルナッチが後に多くの観点でボルク・グレビンクは 良い指導者ではなかったと記していた。ボルク・グレビンクは明らかに独裁者ではなかったが、ベルナッチによれば、需要された階層の枠組みがなく、民主的無政府状態が主であり、汚れ、無秩序、不活発性。さらに、冬が訪れると、ケープアデアであれば、南極最悪の気象を免れるというボルク・グレビンクの期待は外れた。実際には、 内陸の氷から北に吹き出す氷つく風に特に、さらされる場所を選んでいた。時間の経過と,とともに、古来症がなくなっていった。隊員はお氷っぽくなり、退屈が支配した。事故が起きた。寝床の中で消されずにいたろうそくから火事になり、大きな被害を出した。また、隊員数人が、ストーブからのガスで窒息しそうになった。ボルク・グレビンクは、日課を設定しようとし、 化学作業が毎日行われたが、自身でも書いていたように、外して共同体意識がなかった。沈黙が耳を漏していた式がさらに落ちると、大の動物学者、ニコライ・ハンソンが病気になり、治療の危機もなく、10月14日に死んだ。1843年に描かれた、グレート・アイスバリアの絵、ロスによる1839年から1843年の遠征以来、 初めて、ボルクグレビンクがここを訪れた冬が終わり、ソリによる活動が可能になると、ボルクグレビンクが想定していた内陸への容易な旅も、嘘であることが分かった。ケープアデアに隣接する氷が覆った山脈が、内陸への旅を不可能にしており、ケープに直接接する地域でも探検を制限していた。しかし、ボルクグレビンクの基本的遠征計画は、南極大陸で越冬することであり、 そこで、科学的観測を行うことだったので、それらは達成された。1900年1月末にサザンクロスが戻ってくると、ボルクグレビンクは、キャンプを放棄することに決めたが、もう一年行っても十分なくらい燃料と食料が、残っていた。サザンクロスは直接帰国する代わりに、グレートアイスバリアに達するまで南下した。このバリアは百三十九年から百四十三年の、 ジェームズ・クラーク・ロスによる遠征中に発見され、後にその栄誉を称えて、ロスタナゴーリーと命名された。ロスは上陸しておらず、その時から誰もバリアを訪れていなかった。ボルク・グレビンクはバリアの縁に入り江を発見し、後年、シャクルトンによって、クジラワンと名付けられた。1900年2月16日、ここにボルク・グレビンク、ウィリアム・コルベック、サーミ人の犬魚者、 ペルサビオが犬とソリと共に初めてバリアに登り、内陸に10マイル移動して、当時の最南端記録難易78度50分を樹立した。サザンクロスはロス海の他の場所も訪れた後に、帰還の都につき、4月1日にニュージーランドに到着した。ボルク・グレビンクは、その後イングランドに向かう蒸気船に乗り換え、6月初旬に到着した。 遠征隊がイングランドに戻った時の受け入れは、冷ややかなものだった。大衆の関心はいずれにしても、翌年の出航に向けて準備が進む国営のディスカバリー遠征に集まっていた。それには、ロバート・ファルコン・スコットが隊長に指名されたばかりだった。名前だけイギリスとされた冒険とは明らかに異なっていた。サザンクロス遠征が挙げた功績にもかかわらず、地理学の世界には、 不満が残っていた。特にクレメンツ・マーカム教の周りでは、ボルク・グレビンクがニューネスの資金を受けたことで、国営南極遠征に金が入らなかったという思いがあった。さらに、ブルースが自分の立てた計画をボルク・グレビンクが奪ったので、計画を放棄させられたと苦情を言っていた。ボルク・グレビンクに対する信頼は、ニューネスの雑誌に掲載された、様々な記事で使われた自慢げの調子や、 ボルク・グレビンクが急遽執筆した遠征の記録、南極大陸における初物のジャーナリズム的スタイルでも補われなかった。ボルク・グレビンクの報告書の英語版は1901年に出版された。ボルク・グレビンクはその遠征を大きな成功だと公言し、もう一つのクロンダイク、豊富な魚、アザラシ、鳥、さらにはその中に金属が見られる結晶について話した。 その著作の中で、遠征の主な功績を列挙した。すなわち、ビクトリアランドで、冬の間生活できる証拠。一年間の連続した時期と気象の観測。南磁局のその時点で推計される。1、海岸線の地図化と新しい島の発見。ロストウへの最初の上陸と、最終的にグレートアイスバリアの大きさ評価。最南端難易78度50分への。 ソリ旅行だった。しかし、実際のところ、越冬の場所に選んだケープアデアは、その後の南極内陸の地理的体験では、拠点として除外された。科学観測の結果は予想されたよりも少なかった。これは、ニコライ・ハンソンの自然士ノーとのいくらかが失われた、せいもあった。ボルク・グレビンクは、その喪失に責任があるかもしれない。後に、ハンソンの元子用種である。 ロンドン自然史博物館と失われたノートやハンソンが集めたサンプルについて論争になった。ボルク・グレビンクはイングランドに戻ってから数年間にアメリカ地理学協会から表彰され、その母国スウェーデンのオスカル二世からはナイトオブ、セントオラーフに上された。1929年、ノルウェー議会がボルク・グレビンクに3000ノルウェークローネの年金を贈ることを決めた。 あとにデンマークとオーストラリアからも同様な栄養を受けたが、イングランドではその功績がほとんど無視されたままだった。ただし、見るからは、パイオニア的業績の取り掛かり、後の遠征のために辞任を訓練するのに、有益と評価された。歴史家のデイビッド・クレーンは、ボルク・グレビンクがイギリス海軍の士官であったら、その遠征はイギリスでもっと真面目に捉えられたことだろう、と推了した。 1902年夏、アメリカの地理学協会からカリブ海に送られた3人の地理学者の一人となった。それは、フランス領カリブ海のマルティニーク島で起きたプレイ山の破壊的噴火の影響を報告するためだった。1902年5月に起きたその噴火は、サンピエールの街を破壊し、多くの人命を奪った。ボルク・グレィンクは、噴火活動がほとんど静まっていた6月に島を、 訪れ、山は完全に性質と判断し、島人はその強硬状態から回復していた。しかし、サンピエールにもう一度人が住めるとは思わなかった。この山のふもとで通り過ぎたばかりの地面から蒸気が噴出したのをかろうじてかわし、もしそれが我々の誰かに当たっていたら、我々は火傷で死んでいたことだろうと報告した。その後アシントン DC の地理学協会に報告書を。 提出した。ボルク・グレビンクは、ワシントンから戻った時に、事実上私的生活に引退した。1896年9月7日、ボルク・グレビンクは、イギリス人のコンスタンス・プライア・スタンデンと結婚し、オスロのスレムダルに今日構え、二人の息子と二人の娘を設けていた。ボルク・グレビンクはスポーツと文学活動に傾倒し、ノルウェーの寮という本を書いた。二つの機会に、 南極に戻ることを検討した。1902年8月、アメリカの地理学協会のために新たな南極遠征を率いる意図があることを述べたが、結局実施されなかった。もう一回は1909年にベルリンで発表されたものであり、同様に実行までいかなかった。ロバート・ファルコン・スコット、テラノバ遠征でスコット隊が全滅した後、 ボルク・グレビンクは、スコットに長寿を送ったボルク・グレビンクは、日の当たる場所には出なかったが、南極に対する興味は持ち続け、スコット大佐の最後の南極遠征に向けて1910年に、テラノバが出港する直前に、スコットに会いに行った。スコットの秘宝が届いた時は、スコットに長寿を送った。彼は、立派に組織された遠征の分野では、初めてのものであり。 意外な南極大陸で体系的な仕事を行った最初のものだった王立地理学会初期間のジョン・スコット・ケルティニ・チョイを表す手紙を送り彼は男だったと記していたノルウェーではボルク・グレビンクの評価が分かれているロアール・アムンセンは長く友人であり支援者だったがフリチョフ・ナンセンは恐ろしい詐欺師だと言っていたアムンセンが1912年に 南極点征服から戻ると、ボルク・グレビンクのパイオニア的功績に最高の惨事を表した。我々はバリアに登るときに、ボルク・グレビンクが南への道を開き、その後に来る遠征に対する障害を取り去ったことを認めねばならないボルク・グレビンクは、余生を静かに過ごした。1930年、ロンドンの王立地理学会から金メダルを贈られるという遅すぎた認知があった。 ケープアデア地区でボルク・グレビンク氏が成し遂げたよりも他の探検家が多くを成した可能性が薄いことを認識できたのはスコットの北隊の仕事があってからのことだった。イギリスの旗の下にイギリス人の寄付者の資金で実行された当時のサザンクロス遠征のパイオニア的業績には公正な評価が行われていなかったことは明白であるサザンクロス遠征でケープアデアに建てた小屋居住棟が左。 撮影は、現代カルステン・ボルク・グレビィンクは1934年4月21日に、オスロで死んだ。第一のものになるという変質強敵の望みがあったが、また科学の面の訓練は限られていたが、南極の功績では、パイオニアと認められ、後のより慎重な遠征の先駆けと認められた。南極の地形の多くがその名前を止めている。例えば、 ケープアデアとケープワシントンの間にある、ビクトリアランドのボルクグレビンク海岸、ビクトリアランドのボルクグレビンク氷河と氷じた、クイーンモードランドのボルクグレビンク線氷河である。南極海に住む小さな魚、ボーズハゲキスの学名にも、彼の名が、懸名された。その遠征の時の居住棟は、現在もケープアデアに残っており、ニュージーランド南極歴史遺産信託の管理下にある。 この新宅は大陸のよそにあるスコットやシャクルトンの遺産も管理している。ボルク・グレビンク小屋は新宅から2002年に南極特別保護地域第159号に指定された。2005年6月、新宅は将来の管理と利用について管理計画を採択した。ありがとうございます。